型破り。もうちょっとで抽選だけど、来るかな。どっちから来るんだろう。多分チャリでのこのこ来る予定なんだけど。来たぞ。来ました。足痛い、もう腰やばい。朝からいい運動して、ですおはようございます。おい、どうだった？朝意外にホテルから離れてた。いや、坂、まあ、俺もね、ぶっちゃけ一緒に漕いでたからね、やばいやばいよね、バキバキよな。いや、ちょっとね、マイナス分があるんでね、ちょっと今日サマパス、もうね、キックボード無理。キックボードはもう是が非でも回避。でもスクーターが一番熱い。熱いで、今日はジャンジャンも次の店舗とかじゃなくて本拠なんですよね。で、ここ柏なんで、ほんとキックボードだと多分明日になってる。明日になってる。日が昇る。16時に帰ったとしても明日の4時だよ。うん、もう攻める。でもキックボードだったらちゃんと入ってもらうじゃん。あのカットとかそんな甘いことしないんで、あのちゃんと本当に全力で帰らせます、キックボードで。でも乗り慣れたかな、昨日。とりあえず今日頑張ります。すごいね。いや、めちゃめちゃいますね。抽選勝たなかったら大戦争に入れないですからね。絶望的な番号だけは来たけど、こっちで行きます。よいしょ。頑張る、なんとか頑張る。これはやばいね。これはやばいわ。お願いします。あれ100番おっと、442。おはようございます。お願いします。まあそうだよな、ダメです、やめよう。こっちに行こう。7つの滞在寝台で入ってた気がするんだけども、7体ありだよな。やっぱ人気ですよね、打たれてるもんな。7体にする。おはようございます。ソルバチステーションのジャンジャンです。体が痛いです。本日3連戦の3日目ということで気合い入ってます。まあ今企画がちょっとやってるんですけど、まあ詳しくはまあ動画中でも良いんですけど、そんな利益で配信されると思うので、それと合わせて見ていただいたら、より僕がなぜ体が痛いかも全てわかると思います。100万いいね、ご協力ありがとうございました。そして今回皆様のおかげでミッションを達成することができたので、視聴者還元ミッション、動画10本分の合計収集を当ててソルパチグッズをゲットしよう。ミッションのルールがこちら。ひらがなチャンネル動画10本分の合計収集を予想。ピタリ賞はソルパチグッズ詰め合わせ、ニアピン賞はソルパチ T シャツ。ピタリ賞、ニアピン賞が外れてもまだまだチャンスはあります。応募者の中から抽選でイエパッチイエスロー企画で使用した実機をプレゼント。メインチャンネルもダブル応募可能、両方参加して収支を当てよう。応募フォームは概要欄にあるので、ぜひ参加してください。カテブリー、めちゃめちゃ打ってくださいって、もう1社の時からあった機種で、7つの滞在なんと寝台で入ってました。で、今日その今やってる企画として3日間での合計収支が3万発にならなきゃいけないんですけど、まあ、517番で、まあ、選べる機種もなく、かつ出玉も出さなきゃいけなくて、企画中は実戦時間6時間というルールがあるので、パンポンバーンって出るだけじゃダメなんですよ。というわけで、まあ、シンフォギアタイプなんですけど、それでも出玉が2000発近く取れる台というわけで、7つの滞在を今日じゃないかということで取りました。で、いつも今日の実戦ホールはいつもお世話になってます、千葉県にありますエクスアリーナ柏店さん。では行くか。エクサリーナ柏店さんで、みんなのメッセージとともに型破り。はい、それでは7つの体勢いきたいと思います。動画で打つのは初めてですね。1枚目。いや、面白いんですよね、この台。 CR 7つの体勢ではなくて、 CR もフルカウンターです。フルカウンター待ち。注目演出なんですかって言われたら、もうフルカウンターです以上って感じですね。まあ、あと保留に関してもいろいろあるんですけど、まあ、赤保留以上で、金系の演出が 35% 以上、クリーンだと 70% オーバー、スペック319で、まあ、一種二種
なんですが、まあ、初回当てた後 50% で時短99回なんで、右打ち入れたら必ず1回は当たります。あとはそこからは、まあ、時短の回数が変動していく振り分けがあるという形になります。だから時短が多い振り分けを取っていられれば継続率は上がります。この3日間の人生なんですが、まあ、今のところ初日がさだま 19,058 発で、2日目がマイナス 13,125 発で、今トータルさだまプラス 5,933 個、まあ、目標はさだま3万発なんで、まあ、24,067 個足りない状態です。まあ、満発の壁はダッシュに入れちゃえば 65% の中で作られた台にしたら突破率高いと僕は思ってます。お、緑、これ、このでかいフォーク来てくれるのは意外と期待してます。意外と絡む気がする。バンから何かに変わってくれれば、あ、2で終わったらゴーセルチャンスある。ここでゴーセル、だよねだよね、戻ってくれる。メリオダスに戻らないかな、これ。あー、こっからか。もっと戻してほしいんですよね。あ、そうそうそう、キング頑張れ。で、キング僕の弟とちっちゃい頃にそっくりなんです。クノーゾーとのちっちゃい頃こんな感じです。でかい。あー、ないよね。初当たりさえ取ればだいぶ楽なんですよね。通常でも15ラウンドなんですよ。だから当たればとりあえず1箱出る台なんですよね。でも7つの大罪は間違えないんですよね。びっくり当たりはめったりないです。2枚目入れます。やだよ、マジでやだ。お、緑になった。お、マーリンの。マーリンチャンスワンチャンあるこれ、もしかして。ギジリン でタイマーあるんで、多分ギジリンで使いますよね。よいしょ。あ、でもタイマー使わない。ここまあない。でもタイマー使わない。ディオンの銅赤。お、オッケーオッケーオッケー。あ、喧嘩行くってことか。喧嘩の時に対戦相手が重要ですね。じゃあこっち自軍か。メリオダスだったら熱い。行きます。頼む、自軍メリオダスがいい。これメリオダス、ディアンヌか。たまに頑張る、たまに頑張る。どっち、ボタンノーマル。お、コットンコットンコットン。たまに頑張る、たまに当たるんですよ。357回転。いやー、嬉しい突発的な当たり方。これがあるからやめられないんだよね。いや、僕はあのバトルが好きなんでバトルでいきます。こっちでいきます。セリフ大事、セリフ。ここで弾いてくれ。もうあんま弾いたことないけど、緑止まり。
とどめをじゃなければ僕一体何を狙って。1体は65番熱いよ。あ、これいったかな。もらったかも。セリフが良かった。 OK、 ありがとうございます。セリフが良かったけど技名出されちゃったね。ありがとうございます。技名出されちゃったね。怖かったんですけど良かったです。いや、これは大きいですね。投資が、1万9000円で回転数が13557回転。バトルかな。で、初回入ったら99回連鎖もくれるのでほぼ当たります。今回はサービスだ、これですね。で、この人気があったら継続します。それか当たりで使うこともあるんですけども、継続すると思った方がいいですね。さあ、ここから 13.4 分の1を当てればいいんですが、まあ、ここで初回だけから当たりますが、まあ、最低7、次からは当たれば最低7回転のあと時短がもらえるんですけど、振り分けが細かくあるので一番欲しいのは 12.5% の15ラウンド時短99が欲しいですね。で、予告は基本的に赤待ちです。赤が出てくれたらだいたい 50% 以上とか 80% とか更新ライトになります。あと仲間参戦でやってもチャンスで、まあ、何人来るかとかもあるんですけど、まあ、基本的にはキングまたは仲間の赤旗がチャンスです。そう、キングキングがバトル中に参戦してくれたら熱いですね。で、これ赤扉だったら継続の、これ今人気持ってるんで大丈夫です。よいしょ。まあ、初回は時短99なんでこれは当たると思って見ています。もうハマるなら時短99分かってるうちにハマってくれ。大丈夫です、初回なんで。これの振り分けをずっと引っ張ってくれれば大丈夫。ああ、これがあなたかな。対戦で十分。はい、メリオダス。対戦相手はギーライドがいい。ヒルサンダー、これがまあギリギリ 25% で、このバトルが青じゃなければ、これでもし敵先制だったらもう 11% しかないです。これ一番ヤバいパターンです。でも技名出さなければまあジャック攻撃、もうこれが強攻撃なんで、これでボタンのオスフラッシュが赤じゃなかったらヤバい。よいしょ。これは大丈夫です。青スタート赤、あの敵の技名付きの攻撃で青フラッシュじゃなかったら何度かなります。問題はこれ何を通ってるかなんですよね。これ16かな。まあ、で、このラウンド中には保留連の示唆があるんですけど、出ないまたは2回以上かなの煽りが来ればよかったはず。これアイテムをゲットしてしまえば、あ、そう、こうやつで成功したら、成功したらアイテムもらえるんですけど失敗。1回出て失敗するのがホルレンの2人が一番下です。お、2回目来た。なんかちょうだい。サッといいもんね、メリオダスとかだったらこんな気がするんですよね。まあ、25回転までハマったんで次は収束してくれるでしょう。お手間3000円使いました。で、保留なんですけど、滅多に変わらないんですけど、点滅に変わった時点で 50% あります。点滅と緑はほぼ変わらず。転廃はしましたね。まあ、1回は転廃するんで。エンブラムバトル、あー、青い。セリカでバンバン。技目出しちゃう、これ出しちゃいそう。これでエフェクト、あー、どうだ。これは必ずかかる率だったのかな。次次ラスト赤じゃないの、怖いな。
多分14回、14回開かないと残保留。いきなり 20% 引いちゃったんだ。残保留はここで赤エリアクターだったら OK。 いや引っ張っててほしい。ここで引いてればいい。それが最後だ。やっ、お願いします、お願いします、お願いします。回転ボタン、あー頼む、早いよ。早いっすね。いやちょっと連チャンが全然できなかったんで、まあ、出玉は3000発とまだ2000発ぐらい負けてる状況なんですけど、まあ、制限時間がある中で今日実戦なんでちょっと考えようと思います。それでは出玉紹介してみたいと思います。ダーン、今日いつも以上にめちゃ積みがすごいです。いつもは無双が目立つんですけど、今日は新花のケージが目立ってますね。なんか一個飛ばしてくらいなんか出玉積んでんじゃないかなって思う。ケージに至っては全体別積みしてるんじゃないかレベルですごいです。あんだけ別積みあるのにまだ通路これですからね、恐ろしいですよ。でこっちの無双もはぐれ無双もめちゃめちゃ良さそう。出玉のあのドル箱持ってない人いないですよ。すごい強い。平均14回ぐらいかな。そしてそして今日多分今まで来た中で一番海が強かったと思います。海すごいですよ。まあこれだけ見てもめちゃめちゃ球出てるなと思うんですけど、こんなもんじゃないんですよね。トップ台37かな。では出てるなーっていう風にこう歩いてたら思うじゃないですか。これ海です。で海です。そして反対側に海です。もうね、ここはね強すぎる。何言っても面白いと思います。はい、ここはパーソナルとあの箱積み分かれてるんですけど、履歴見てても可動がついてるのはやっぱり箱の方だと思います。ぜひ箱積みのところを狙ってみてください。企画最終日、まだまだ僕も頑張ります。型破り。はい、それでは2台目移動してきました。クイブレ2のアルドラ199の方です。まあ、なんとしてもキックボードを返しなきゃいけないし、で時間的なことも考えて、まあ、319はちょっと大手で引かない可能性もあると考えたら199で、かつこれラッシュでプラス時短がついてくるところにぶち込んだらめちゃめちゃ速いしめちゃめちゃ球出るんで、勝っても狙えて、まあ、当たりも狙えて、まあ、一番ちょうどいいのこれじゃんとピンときたので移動してきました。なんとしても当てて、なんとしても出玉作ります。まあ、アルドラバージョンの動画で打つのが初めてなんですけど、199で、まあ、当たりを取ります。 50% で AC 殺人、それはミドルと変わらないです。ただ初回でダメでも100の時短がついてきます。 ST 取った後に時短がついてくる振り分けは右打ち中の電サポで当てた場合についてくるので、初回の ST をスルーしてしまうと32の後時短はついてこないです。30プラス70の時短がついてくるとこの台はとてもとても強くなって20何連とか平気で見ます。で手玉もそこまで抑えられてるって感じはしないので、まあ20連すればスクーターでしょう。クイブレなんで選んだっかって、弾球力っての最高出ればはクイブレなんだもん。そりゃいい覚えであるから打つでしょう、スペック違いでも。いやサラサラ乗る気はないんですけど、万が一キックボードだった場合ってこっから家までどのぐらいかかるんですかね。距離、はい、大体大体参考までなんですけど、はい、参考までに2人で行くと3時間、歩きだったら8時間。8時間夜中じゃん。もう無理だ。いやその現実的な話を聞いたらますます当てなくなりました。いやーもっち玉止まれた。でもここでねやめるという選択肢もねないんで、やるしかない、当てるしかない。
ここではめてる場合じゃないの。マクアオ聖地レベル4、これは行くでしょう。さあ保留25点、もう一回これは行くね。おい、よし、赤までは来た。頑張れ、頑張ってくれ。クイーンズバトルかエピソードかな。クイーンズバトル、さあ放流赤です。もう一度は緑、ポーズはポーズなし。緑ですね。後半には行きます。あとはカットインだな。グーが来ましたね。赤、あ、赤か。たまに間違える。頼む、よし、よかった。タイトル青だったんでね、不安だったんですけど、よかったです。 ST だったらな、嬉しい。入れよう。199なんで ST を取っていなくても100の時短がつきます。頼むよ。ST くれ、 ST 頼む。肩破り、わかんない、まだ復活あるはず。ポーズ完成。エストラ、いやでも大丈夫、これはライトミドルだから100つく。そこで戻します。おっと、軍出て、あ、でもこれ金だったら大丈夫かな。絶対に当てる、よっしゃー。いや ST 取る、次は取る。思いを込めて ST。 まだまだまだある、まだある。取った、取った、ロボイ通じた。 ST でした。 ST 取ったらやれる、グイブレは。あとはバシバシ当ててプラスにするだけで、この一撃のアルドラバージョンは最初初回30のST のみなので、初回 ST 取った場合だけは何としても当てなきゃいけないです。そう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 、はい、ギジル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 、早いからさ、一回転一回転が大事なんですよ。こんなとこで終わっちゃいけない。頼む、おー、前ぶった。いや大丈夫でしょう、緑でも間に合ってるはず。止まれ止まれ止まれ、ストップ。レーリーだ、惜しいめん、惜しいめん。ダメだよこれ、当ててほしいとこだろ。やだ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 、ここだろ。いや悔しいよ、このボタンを押してしまったら投資が3枚になってしまう。4枚目は入れたくない。ここで頑張ってくれ、125玉。4枚目、まだ何度かなる。逆に5枚目を入れてんだったらスペックを上げなきゃいけなくなっちゃう。おう、幸運、赤ですね。赤だ、赤いいじゃん、いいじゃん。熱い熱い熱い、やっぱあのフェリー、あ、ラムボードいいっすね。これここで転廃、
あでもこれは聖なるポーズ欲しいぞ。 OK 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 なる、はい、ポーズ。おパチエル、あ、7エルか。オーケー、カイト入った。じゃあもらった。これはあちあちです。もうこれ金カツに出るじゃないの。あ、オーケー、緑じゃないから大丈夫。さあ7エルの本気を遠く見よう。じゃこれは復活すれば大丈夫だと思う。回想ダイジェストなかなか外せないです。さすがにでしょこれは。じゃあもらった。もう精神的につらい。朝は肉体的につらかったけど、なんとかしたいけど答えてくれない。体も辛いし当たらないし、もうキックボード腰痛いし太もも痛いし。でこのままだったら今日キックボードよ。いやキックボードマジハンド。また今日も増えたんすよ、メッセージ、いただいたメッセージ。じゃんじゃんならできる、頑張れ、大ファンです。今日からエンペラーに。これ10万発感じろ、玉の呼吸を。ジャン君ファイト、いつも可愛いジャン君楽しんでね。楽しむってこと忘れてないかもしれない。今日手紙は送ります、これからも応援してます。5万発。そうですね、ちょっともう一回切り替えなきゃいけないですよね。ちょっと嬉しい、このハンドル握るここに書いてくれたこと。心は一つ、まあ、今皆さん応援してくれてると思いますので、もう一回ね、一つにしてちょっといただいたメッセージ全部力に変えてもう一発いきます。最後まくれるスペック打ってるし、一発最後締めよくガーンと出して、まあ、せめてもうバイクとは言いません、原付とは言わないから、せめてチャリで。目標低いね。いやもう原付とは言わない、チャリで。急げ急げ、行こう。ちょっとこれから追加投資するんですけど、皆さんの思いあと受け取ったんで、みんなの思いを力に変えてこれで当てます。やるしかない、てかなんかできる気がする。この3連戦中日昨日負けちゃったんですけど、最後ぐらいはプラスにします。あー来た、そうこれこれこれ待ち、勝てばいいの。倒した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 、頑張って、これ待ちなの、しかもこれなの。あ待って、バース行くじゃん、激安なんだもん。あギリさんかな、これ止まればいいよ。あ、キレポンド、え、止まるよね、バースじゃない。え、あこれは止まってほしかった、素直に。いや、キレパンは大丈夫です。美しい、待って、答えてくれた、台が、これは台が答えてくれた。枕せてくれ、今日の投資をありがとう。こっからよ、こっからなんすよ、ここで変わったらありがてえ。もうどっちでもいいです、どの道引き戻します。もう ST 入って連チャンし始めたら、今までの負けをチャラにする威力はある。まっくりの一撃、来い来い。
まくります。戻す。次の100回転無駄にもしない。取れなかったのはしょうがない。チャンスタイム100回れば十分だ。いや金掘り赤掘り待ってる。いや時間的にも本当そろそろなんですよね。これで決めるしかないんですよ。せっかくこうやってコメント書いてもらって何もできませんでしたで終わるわけにはいかないですよね。赤だ。おいいよこの切り方。金来た。戻してくれ。あしかもゾーン入るじゃん。いやこれいいよいいよいいよ。ランブモード決めよう。まあ、どこまでいけるかもあるんですけどね。切った4背景青 OK 赤まで行こう。背景赤ならあれでも OK 押して最後赤まで行った赤まで行った。いや赤まで行ったらあるある全然ある。17いけないかな。マックス OK 切れ OK さあ来た戻したマジでやれた。いやしびれる。いやありがとう。神の御名によって開かれる闘技大会である。これは素晴らしく全開転でございます。女王の都ガイノスに集いし美闘士たちによる熱き戦いが今始まる。さあ7へ50パーこれいかないのかな。オッケーよし始まりましたよ。反撃の時今日何度も苦しめられている ST を克服。まあ、前半30回は ST アレインストップアレインストップ。ここで当たり出したら乗れてくるはずなんですよ。 OK あとは16かどうか。ゴールあストップ OK 克服乗ってきた。ただ疑似音まで行ってないんでフルラウンドかは分からない。 ST をまず克服したことが大丈夫。ここかせーの。まあそうなんですよね。しょうがないよだって疑似音が16濃厚なだけに。いや ST で当てれたってことが大事。あと10回なんで何かまず起きよう。あそう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 青でもいい。3回目4回目出せた。高速消化すぎる高速消化すぎる。あまだまだやらせてくれ。右打ちを赤系の演出保留映画なくても当たります。クイブレは福引き白以外白以外白だ。実はここで当たってる。苦労して入れたのに本当すいません。クイブレの良さ最後引き出せなくてちょっと不甲斐ない結果に終わってしまったんですけど、まあ、最後 ST できて、まあ、楽しかったです。でこの2日間通していろんな応援いただきまして本当にありがとうございました。この皆さんからいただいたこのつなぎは宝物にします。ありがとうございました。型破り。あれ車は何これ。ああもう
お疲れ様です。で、今ジャンジャンが3日目実践を終えてキックボールでしっかり今キロに至ってるところなんですけど、今ちょうど数パーセント来てるんで、ちょっと今どこにいるか次第なんですけど、大仏がおごろうと思うのでちょっと誘ってみようかなと思います。あ、出た出た、ウィズ。まあこのね、実践頑張ってくれたから大仏から数パーセントおごろうかなってお誘いですよ。到着次第ちょっと合流って感じで、ちょっと楽しみにしといてください。おい、待ってたよ、ほら、ここここめっちゃいいとこじゃん。じゃあここで、まあ、ちゃんとお風呂入って体も気持ちよくなってご飯も食べましょうよって。確かに、疲れた。この先長いから、まあ、ゆっくりして。ゆっくりする。よし、休みます。はい、行ってらっしゃいませ。行ってきます。どうでしょう、すげえ。35分。おかしいでしょ。でもさ、ちょっとエモいんだよね。うまい。おお。旧東京駅。あともう少し。上までもう少し。めちゃめちゃかかったね。かかった。もうだって4時ちょい過ぎぐらいなんで。なんかまあまあいい思い出だね。まあまたなんかこういう企画やってほしいとか。疲れすぎて全然頭回ってない。うん、本当にそれ。こういう緩いね、企画は何でもいいんですけど、こういうのやってほしいなとか、面白そうだなみたいなのあったらコメントとか、あとはいいねとチャンネル登録、ぜひお願いします。お願いします。もう立ってられない。あと今回は全然、もうこれガチで走ってきたんで。マジで立ってられない。超ごめんね、ごめんね。頑張ってくれたなと思ったら、お願いします、いいね。ということで、じゃあ、締めましょう。はい、うん、たくさんの、あの、これね。まあ、これも励みになったでしょ。今日も書いてくれて本当にありがとうございました。これからも頑張りますということで、最後の型破りを3連戦頑張りました。みんなお疲れ、型破り。ではでは、新花でいきましょう。金、金、白い、2、あーでも熱い、熱い、熱い、全部来い、よし、いきます。おー、いい、カッサイ入った、熱い、熱い、これはいく。おー、スパイブった、これか。このモード面白いかもしれない。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。型破り。